ホーム地蔵橋駅は、徳島県徳島市西塚町西海にある四国旅客鉄道麦線の駅である。駅番号は、M0A4。一面一線のホームを持つ地上駅である。かつては、島式ホーム一面二線の構造であった。駅舎を有する。1975年頃に無人化され、以後駅舎内の売店が近距離ギップを扱う簡易委託駅となっていたが、 現在は完全な無人駅となり、2008年12月に自動券売機が設置されている。2014年には旧事務室が地元住民に貸し出され、地域交流の場として改装された。2019年11月21日にトイレが廃止された。駅舎前に公衆電話、郵便ポスト、白ポストがある。駅のある地域は新しい住宅が立ち、 徳島市のベッドタウンとなった。駅の裏は、田畑が目立つ。桜の開花の季節には、駅の前にある大きな桜の木が、ライトアップされる。1日平均乗車人員は、下記の通り。オペンダタウェブ、サイト徳島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。AB、無人駅舎を交流の場に、地蔵共駅、住民に対応。 徳島新聞、PU 館3、オリジナルの2014年7月3日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20140703184742/.http://www.topics.or.jp/.loca.news/.news/.2014/.07/.201414 l 兆436億3800 115万1 1 1 h t m l 徳島市統計年報平成29年版徳島市統計年報交通公益事業 JR 市内駅の1日平均乗車辞任平成30年版徳島市統計年報交通公益事業 JR 市内駅の1日平均乗車辞任徳島新聞1995年10月9日付17面 駅を訪ねて徳島新聞2014年8月2日付25面地域住民交流の馬駅車内にオープン JR 地蔵協駅ありがとうございます。